対おもれじわじわ絶対おもれじわじわ絶対おもれじわじわ絶対おもれじわじわしめちょう。昔あんたは俺の憧れだったのにな。残念だ。いやちょっとこんな終わり嫌だ。マジかよ。多分桐生さんのスマホ電源を切られてるんです。 GPS で位置を突き止められないように。そういうことです。とりあえず落ち着きませんか春日さん。ああ悪い。状況から察するに桐生さんは捕らえられたと見るべきでしょう。もし殺されたのならわざわざ GPS の対策はしない。いや桐生さんを殺して死体ごと海に捨てたってのはその場合もスマホの電源は切れるぜ。的確な指摘ですね。空気を読んでいないことを除けばですが。だってよ決めつけは良くねえと思ってたな。トミーはちょっと静かにしてて。キリュウさんがやられるわけがねえさ。けど今はあの人にも助けがいる。大至急だな。ええ、今は茜さんとラニさんの捜索よりも緊急性が高いと言わざるを得ません。意外、てっきり逆のことを言うかと思った。キリュウなんて駒に過ぎないのだから放っておいて任務遂行を急げと。彼が大道寺一派の駒であることは事実です。ですが彼は替えの利かない駒です。任務遂行のためにこそ桐生さんの救出を優先すべきです。病の縄張りに乗り込むってことなら一応場所はわかる。俺もそこに出入りしてた。なら話は早いな。桐生さんを返してもらいに行く。お前はそう言うだろうけどよ、俺らは命からがら逃げてきたとこなんだぜ。しかも桐生さんが抜けた穴は埋まってねえ。俺らだけじゃ。花野さん、あんたの腕っぷしを当てにしていいのか。階段を登るだけで息が切れますがお役に立てそうですか。ダメだ。他を当たるよ。よくそれで桐生さんに命令できてたね。誰になるんだ。ウォン島しかいないじゃん。もうそれか A ちゃんだ。病の島はアナコンダセンターの近くにあるナイトスクエアだ。なあ、でも早まんなよ。このまま病のとこ乗り込んだって何の解決にもならねえ。時間がねえのもわかるがまずは落ち着け。いや落ち着けねえよ。方法がねえか。みんなと話してみるか。ジオ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 。じゃあ話しかける感じ。誰から行く。千歳ね。キリュウさん最後に見た時口から血を吐いてたみたい。早く助けに行かないと。マジエグかったよな。病の島アナコンダセンターの近くにあるナイトスクエアだ。一時期流行ってたんだが錆びれちまってる。キリさんって伝説の極道と言われたんですって。堂島の竜って花輪さんからいろいろ聞きました。なのにまさかこんな事態になるなんて。お前のせいだ本当。いいや、成り行きだ。感謝する。あんたは命の恩人だ。息子さんがパレカナにさらわれてるんだろう。必ず取り戻す。そしてこの手でオーナーをブライスを殺してやる。アナワが一番ショック受けてる感じがしますね。なるほど。アカネさんがハワイで追われていた理由がおぼろげながらも分かってきました。彼女が連れ出した少女にこそ価値があった。それをパレカナという教団がギャングを使って探させていた。 あんたら大道寺一派がアカネさんを探していた理由は何なんだ。まさかあんたたちもラニが目当てなのか。先ほど改めて上へ問い詰めましたがまだ回答はありません。どんなに待ったところで回答がもらえるとは思えないけどな。これ全員喋ったけど。お？電話のようですよ。なんだ？もしもし、春日？あら、足立さん。俺。足立さんか？アローハーってか。
今どこにいると思う。いや、せっかく電話くれたのに悪いんだけど、取り込み中でね。それどころじゃねえんだよ。ああ、やっぱりな。なんかそんな気がしてたんだ。お前今どこにいるんだ、春日。力になるぜ。すぐ迎えに来い。俺ら空港を出るとこだ。空港ってハワイの？おいよ、俺もいるぜ。マジ？頼れる親友南波さんだ。お前ら金どうしたんだよ。なんだよ、どうなってんだ。俺らも仕事なくて暇してたろ。だから初海外で困ってるであろうお前を助けに来てやったってわけだ。ありがてえ。早速二人の助けがいるんだ。大急ぎでな。そう来なくっちゃな。空港にいるんだったな。じゃあビーチの入り口あたりで落ち合えるか。せっかくハワイに来たとこ悪いんだけど、相手はまた日本のヤクザだ。そいつらから桐生さんを救い出す。なんだそりゃ。二人のおかげで光が見えてきた。じゃあ後でな。援軍の到着で、これで桐生さんを助けに行ける。そんなにすげえ奴らなのか。私たちより。俺の仲間はみんな最高だよ。とにかく動こう。話は後だ。お、じゃあ迎えに行くって感じだね。ビーチで南波たちと合流する。迎え行こうか。今3人になってるね。ちょっと沢井行くか。沢井近いから、沢井を行ってから行こう。で、キリュウもせっかく鍛えたのにいなくなっちゃったらダメじゃん。さあ沢井がついて、沢井がじゃない、沢井についてよ。キアナさん、この前の雨の日大丈夫でした？ハワイのスコールって日本のより激しくてびっくりしちゃいました。そうだ、少しですがまた募金させてください。また募金してる。あの、もう来ないでもらえますか。すいません、よく聞こえなくて。今なんて？もう苦しいんです。お金を、あなたからお金をもらうのが。お願い、もう私の前に現れないで。ごめんなさい。ザッ、逃げたよ。キアナさん、どうしたの？ちょっと待って。なんか妙な感じだな。ちょっと様子見に行くか。人間の心理がちゃんと芽生えたんじゃないの、あいつ。これか。なんだなんだ。おい、お前何やってんだよ。なんで金受け取らなかった？脅されてんの？めちゃくちゃ硬い、すげえな、こいつ。あの日本人最高のカモ野郎だぞ。骨までしゃぶり尽くせ。あの、もう私こんなことしたくない。もうやめたい。何バカなこと言ってんだ。じゃあ残りの借金どうやって返すんだ？俺らの言う通りにしてやれや、金だってすぐ返せんだ。黙ってバカな観光客騙してこい。ほら、さっさとあの騒いとか言う日本人のところに行け。いやー、やばいな。嫌です。もうあの人に嘘なんてつきたくない。てめえに拒否権なんてねえんだよ。うわ、待て。さ、沢井さん、ちょっと待ってください。そのキアナさんに乱暴なことしないでください。なんだお前。おい、こいつ例のカモ野郎じゃねえか。自分から来てくれるなんてな。何、わざわざ募金しに来てくれたの？熱心な日本人だね。キアナさん、離れろ。その人は僕の大切な人なんだ。嫌だって言ったらどうする？その時はお前らをぶっ倒す。バカ。ぐわ。沢井さん、おとなしく鼻の下伸ばして金払ってりゃいいもの。この女はまだまだ使い道があるんだ。手を離すどころか、これからしゃぶり尽くしてやるんだよ。そんなこと絶対にさせない。おい、やっちまえ。やばいやばいやばい。ごつい皆が。いやー、やられてんじゃん。なかなかしぶといやつだな。殺しちまうか。やめて、何でも言うこと聞くから、だからお願い。笑ってる。キアナさん？物分かりがいいね。おい、もうこいつはいい。金取った後は捨てとけ。
何何？動かねえ。くそ、くそ。カスさっき目の前いたよね。おい大丈夫か、騒い。カスさん、僕守れなかった。悔しい。よく頑張ったな。待てよ。待てよ。なんだお前、その娘を置いてってもらおうか。ああ、何訳のわからないこと言ってんだ。関係ねえだろ。関係なくねえんだぞ。この前その子に花をもらってな、その礼がまだできてんだよ。それにお前らがさっきぶん投げたやつは俺の大切なダチなんだよ。ダチ殴った連中ほったらかしておけるほど俺は器がでかくねえんだな。何がダチだ、くだらねえ。ならお前も大事なダチと同じ目に合わせてやるよ。さあ戦闘だ。相手のレベルがどれぐらいかによりますか。弱っめちゃくちゃ弱い。序盤の敵だこれ。ガード越しじゃ倒せなかったね。はい、オッケー、倒しました。はい、オッケー。全然上がらない、このレベルじゃない。雑魚は引っ込んでろ。なったよ、こいつ。その金のネックレス置いてけ。おめえらが募金詐欺の元締めだろ。あの子はもう抜けさせてやれ。もう十分甘い汁吸ったんだろ。これ以上まだやるってんだら容赦しねえ。また詐欺やってるの見かけたら何度でもてめえらを潰しに来るぜ。わかりました。もうしません。勘弁してください。無事か、キアナちゃん。はい。助けていただいてありがとうございます。礼ならこいつに言ってやりな。体張って必死にあんたを守ろうとしたんだ。ありがとうございました。沢井さん、私なんかのために。キアナさん、無事でよかった。あの沢井さん、今まで騙していてごめんなさい。実は寄付なんて全部嘘だったんです。知ってるよ。私小さい頃に親が借金を残していなくなってしまって、困り果ててた頃にあの人たちと出会ったんです。人助けをしながらお金も稼げる仕事があるって聞いて飛びついてしまって。バカですよね、そんな仕事あるわけないのに。蓋を開けてみたら観光客から寄付を募る詐欺でした。引き返すこともできず、嘘の寄付を募る毎日。どれだけお金を集めても私の取り分は利子を返せる程度でした。最初は心が苦しかったはずなのに、だんだん何も感じなくなっていった。幸せのない真っ暗な毎日に慣れていったんです。それからたくさんの人を騙しました。あなたも。でもそんな最低な私に優しくしてくれた人が一人だけいたんです。その人はこんな私に毎日優しい言葉をかけてくれて、雨が降ったら傘までくれて、自分は濡れながら走っていくような人。沢井じゃない？あなたです、沢井さん。キアナさん。私は優しくされる資格のない最低の人間です。だから優しくしてもらったのは本当に久しぶりのことで、本当に嬉しかった。でもそれよりも本当に苦しかった。苦しい？
こんなに優しくて素敵な人を騙していること、騙されていることはきっと分かっているのに、それでも自分に笑ってくれる人を裏切り続けること、あなたが優しくしてくれるたびに罪悪感のナイフが私を切りつけるんです。罪悪感のナイフ。本当はあなたの笑顔を見て素直に笑い返せるような自分になりたい、でもなれない。後ろめたくて辛くて、これ以上自分もあなたも傷つけたくなくて、あなたから逃げたんです。でもその結果こんな危険なことに巻き込んでしまった。本当にごめんなさい。泣かないでください、キアナさん。僕はそんなあなたの顔が見たくてここに来たんじゃないんです。それに僕はあなたに傷つけられてもいない。僕はむしろあなたに感謝しているんです。どうして？私はあなたを騙してひどいことを。詐欺目的だったのかもしれないけど、あなたは僕に優しくしてくれたじゃないですか。僕も日本で仕事がうまくいかなくて、ずっとバカにされてコケにされて、優しくされたことなんて最近全然なかった。こんな役立たずな僕はもう生きてる意味なんてないんじゃないか、毎日そう思っていました。そんな現実が嫌で僕はハワイに逃げてきたんです。そんな時春日さんやあなたが僕に優しくしてくれた。ホテルがわからなくて途方に暮れている僕に寄り添って助けてくれた。こんな僕のために誰かが優しくしてくれる。二人ともそれだけって思ってるでしょうけど、それだけのことでどれだけ心が救われたことか。さわいい。詐欺はもちろんいけないことです。でも僕はそれでもあなたに優しくしてもらえて本当に嬉しかった。ありがとう、キアナさん。だから僕のことなんかで苦しまないで、いつもの素敵な笑顔を見せてください。優しい。沢井さん。抱き合うんかい。カップルになっちゃったの？いろいろありがとうございました、春日さん。ありがとうございました。気にすんない。それより二人はこれからどうするんだ？私はまずは自分の犯した罪をしっかりと償おうと思います。おー、偉い。後ろめたさのない胸を張れる状態でしっかりと沢井さんに向き合いたいですから。そうか。罪を償い終えたらもう後ろ暗い生き方はやめて、ちゃんとお金を稼いで借金を返していこうと思います。僕と二人でね。お？はい。おいおい、もう熱々かよ。勘弁してくれよな。すみません。でも僕本気です。キアナさんと一緒に生きていきたいと思っています。僕だけ一緒に働いて借金を返して、ここで素朴でもいい、穏やかに優しいままで二人でずっと暮らしていけたらなって。ちょっと急な話ですけど、心からそう思っています。おかしいですかね？おかしくはない。いや、いいんじゃねえか。人の恋路をとやかく言うような趣味はねえし、応援するぜ。何より最初に会った時は死にそうな顔をしていたおめえが今は生き生きしてる、それが答えかもしれねえな。キアナだけじゃねえ、おめえも笑顔の方がいいよ。笑顔が一番成果って言うだろう。知らねえか？ CM だ。それは全然知らないですけど、とにかく春日さんには本当にお世話になりました。これはお礼です。
ハッピーレイ、首から下げると幸運を訪れるという花飾り。本当にありがとうございました。それでは。おう、お幸せに。頑張れよ。沢井、忘れんなよ。困った、困ったの。どうしましたか？僕たちにできることがあれば。あ、ありがとう。実はビーチサイドとかなんとかいうホテルに行きたいんじゃが。同じだな。もしかしてホテルシーサイドじゃないですか？私たちの思い出のホテルなんです。案内しますよ。おお、そこじゃ。どうもありがとう。優しいカップルさんだね。カップル、誰かに優しくしてほしかった。優しいやつらか。境遇は違えど二人は似ているのかもしれねえな。いつまでも優しいおめえらのままでいてくれよ。おほほ、終わった。ようやく。沢井マジで忘れんなよ。お前他に3件もあるからな、詐欺に被害あってるの。ちゃんとそこ取り戻せよ、キアナと一緒に。よし、合流するぞ。足立さんたち合流するぞ。はい、着いた。よう、一番ナンバー、ザー、来たー。ナンバー足立さん、感動だな。本当に来てくれたんだな。なんかすげえ久々に会った気がするぜ、うん、おいおい、そんなに時間経ってねえぞ。どんだけいろいろあったんだ。そちらのお二人さんは。お、ああ紹介するよ。ちえちゃんにトミーだ。どうも。ハワイのギャングとやり合ってるうちに仲間になったよ。どうも。なるほど、君らがハワイの新パーティーってわけか。しかしギャングだなんだってお前、なんでおふくろさんに会いに来ただけでそんなことになるのかね。話すと長くなるんだけど。どっから話す？俺の生い立ちから行くか。なあ、それはちょいと長くなりそうだから、また今度な。あ、そう。キリュウ様、敵に捕まっちまっててよ。何？ちょっと状況を説明させてくれ。ああ、ごめんなさいね、ついて早々に。なーに、こいつに振り回されるのには慣れてるんだな。あ、もうさっきも言ったけど、俺たちは暇だからよ。春日の頼みだ。いくらでも振り回してもらって構わねえぜ。なあ、俺の仲間は最高だろ。本当ね。よろしく。一番には振り回されたらしいさ。気を入れてこぜ。およ。了解。よっしゃ。いや、難波と足立さんの安定感がやばいわ。心もほっとしちゃう。なるほどな。で、その病ってヤクザが仕切ってんのがナイトスクエアって一体なわけか。キリュウさんが捕まったとして、どの道居場所は病から聞き出すしかねえ。なんてこった。一瞬も観光してる暇がなかったな。キリュウさんを助け出したらゆっくり案内するよ。行こうぜ、病の根城に正面突破だ。大した作戦だ。だが嫌いじゃねえってんだろ。そういうことだ。よっしゃ、なら桐生さんが心配だ。もたもたしてんなよ、一番。置いてくぞ。行こう。頼りにしてるぜ、みんな。足立と難波が仲間に加わりました。やった、嬉しい。あとは、あ、5人順になりましたんで、4人まで編成しましょうと。はい。こいつらのレベルがどうなのかだよね。え、ほんと助かった。これならキリュウさん助けに行く。ナイトスクエアにある病の根城に行こう。足立さんが今外れてて、レベルが、あ、26ですね。おいで。
場所は、あ、ここですね。じゃあここに移動しましょう。難波たちが来てくれたから本当に嬉しいわ。セブンやってない人は本当わかんないですよね、実際には。さあ行くぜ、病と対決だ。ナイトスクエア、なんか治安悪そうだね。なんていうか民度の低そうな場所だな。おしゃれスポットじゃねえことは確かだ。ハワイの夜の店はここに集約されてて、病たちが幅利かせてる。そのせいもあって日本人も多いんだ。病たちの話はどこに行けば聞ける？少し歩き回ってりゃ向こうから出向いてくるよ。特に俺は無断で病の元から抜けたお尋ね者だしな。大丈夫トミー、なんだか浮かない顔してるみたい。まあな、だが今は俺より桐生さんの心配が先だ。一番、この先にタトゥーショップがある。そこの堀氏のおばちゃんが俺の馴染みなんだが、情報通でな。古い人なもんで、あの病のことも若造扱いしてるし、逆に一目置かれてる。ってことは、何か知ってることがありゃ病たちを怖がらずに話を聞かせてくれるかも。なるほどな、分かった。タトゥーショップのおばちゃん、ナイトスクエアなんて初めて来たぞ。お、古着屋があるぜ。あのジャケットかっこいいな。アダさん、アメカジとか好きそうだな。俺ら世代はアメリカ映画とかにもろに影響を受けてるからな。昔戦闘機のパイロットが主人公の映画が流行ってな、同じジャケット着てサントラを聴きながら空港行ったりしたぜ。懐かしいな、あの頃は若かった。いい趣味してんな。そのジャケットは今どうなったんだい？太って入らなくなっちまったよ。あの頃は細かった。そっか、仲良し仲良し。こっちもあるんですね。さあタトゥーショップ着いた。うわすげえ。いらっしゃい。どうも、ちょっと聞きたいことがあるんです。いいですか？客じゃないってことかい。すいません、俺です。富澤か、よく堂々と顔出せたもんだね。また病に焼き入れられるよ。そうなんだけどさ、知り合いが病に拉致られたかもしれねえんだ。おばちゃん、なんか聞いてません？さあね、ヤクザに関わって得なんてありゃしない。どんなことでもいいんです。病に捕まったのは俺の恩人なんです。その人病気で、早く助けねえと。悪いけどもう行ってくれるかい。病んとこのが来てるよ。おお、まさかハワイであんな反り込みにお目にかかれるたな。しかも古き良き時代の極道って感じだ。本当ね。ありがとうございます。あとはあいつらと話してみます。そうしておくれ。他人様の島で世間話さえ度胸してるのを踊れる。えらくしみるな、ハワイで聞くヤクザの広島弁は。広島弁、日本でもこんなのめっきり見ねえよ。日本の絶滅危惧種がハワイで生き残ってたとはな。そう聞くとなんだか愛おしくなるってもんだ。余裕かましてて大丈夫？キリュウさんを返してもらうぞ。あの人はどうだい？なめた口つきやがってこのアホンだら。お嬢せえ。おお、広島弁ドス持ってたな。私の出番ね。レベルは25か、まあまあ強い。同じレベルぐらいになってきたね。だけど俺たちが違うのはあれ、やっぱり武器防具が強くなったからね。さああと1体。絆追撃がもう出るぞ。ナンバとは
はい、オッケー。レベルアップ。威勢が良かったな、口だけだったな、あんた。アホ抜かせ。わしはまだまだやれるで。桐生さんがどこにいるか聞かせろ。これ以上痛い思いしたってあんたに何の得もねえぞ。ほら早く言え。お互いここは笑顔で別れようぜ。しようぜ。あの男なら シアタービルじゃ。喋った。シアタービル知ってる。それならあそこのビルだ。もともと劇場だった建物だ。あそこの最上階に病がやらせてる店があるんだよ。確かに桐生さんを監禁するにはもってこいの場所かもしれねえ。当然病がいるだろうし、手下でごった返してるんだろうな。なあ、でも行くぜ。行こうぜ。早く桐生さんを助けに行こう。行きますか。初めて来るとこだな、ここ。よっしゃ、やるか、病。ここだな。病のいるシアタビル、早くキリスが助けに行かねえと。推奨レベルが26。行こう。じわ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